レーモン・ラディゲは、フランスの小説家、詩人。代表作は、諸女小説、肉体の悪魔と、自作で遺作となった、ドルジェル博の舞踏会である。フランスは、パリの郊外、サンモールイコールデイコールフォッセで生まれる、パリ四区マレ地区のリセ・シャルル・マーニュに学ぶ。幼少の頃は、学業優秀で鳴らすものの、思春期に差し掛かる頃から文学にしか興味を示さなく、 なり、学業そっちの家で、風刺漫画家として活動していた父の蔵書を読みふけるようになる。その時、フランス文学の古典の魅力に取りつかれる。14歳の頃、肉体の悪魔のモデルとされる年上の女性と出会い、結果として、不勉強と不登校のため学校を奉公処分になる。その後、自宅で父親から、ギリシア語とラテン語を習いながら、徐々に試作に手を染める。 15歳の時に父親の知り合いの編集者のつてをたどって知り合った詩人のマックス・ジャコブに詩を評価され、同じ詩人のジャン・コクトウに紹介される。コクトウはラディゲの才覚を見抜き、自分の友人の芸術家や文学者仲間に紹介して回る。数多くのコクトウの友人との交友を通して、ラディゲは創作の重心を徐々に視作から小説に移し始め、 自らの体験に取材した長編処女小説、肉体の悪魔の執筆に取りかかる。途中、詩集、もゆる方、休暇中の宿題の出版や、いくつかの評論の執筆を行いつつ、肉体の悪魔の執筆を続行。数度の国刀を介した出版社とのやり取りと開口の末に、ベルナールグラスセ書店から刊行される。この時出版社は、新人作家大賞としては、 異例の一大プロモーションを観行したため分断から批判を浴びるが作品は反道徳的とも取れる内容が逆に評判を呼んでベストセラーとなりラディゲは一躍サロンの長寿としてもてはやされることになる肉体の悪魔データ印税を元手に黒党と共にヨーロッパ各地を転々としながらもラディゲはすでに取り掛かっていた次の長編ドルジェル博の舞踏会の執筆を続行 同時に自分がこれまで書いた評論などの原稿や施策を整理し始める。1923年11月末頃に突如体調を崩し腸チフスと診断され必死に外の病院に入院。病床でドルジェルクの舞踏会の構成をしながら治療に専念するが解放には向かわずそのまま12月12日に20歳の短い生涯を閉じる。遺作の ドルジェルハクの舞踏会は死後出版された。臨終を見取った黒刀は、ラディゲの早すぎる死に深い衝撃を受け、その後およそ10年にわたって、アヘンに溺れ続けた。ペール・ラシェーズ墓地に眠る。ラディゲのフランス文学史全体における位置づけは、作家としての活動期間が短く、作品の本数も少ないせいもあってか決して高くはない。しかし、諸女小説、 肉体の悪魔は、題材のセンセーショナルさに因することなく、年上の既婚者との不倫に溺れる自らの心の、推移を霊徹無比の観察眼で捉え、虚色を排した、簡潔な表現で書き綴ったことで、今日もなお批評に耐えうる完成度に達している。ドルジェル博の舞踏会に至っては、ラディゲ自らが参考にしたとしているラファイエット夫人のクレーブの奥方を、高度に文学的な手腕で、 韓骨脱退し、別の次元のフランス心理小説の傑作に仕立て上げていることから、溶接の天才の名にふさわしい文学的実力の持ち主であったと評されている。ありがとうございます。